水素は、エグゲから、水素材の部分、こちらの、水素の、エグゲ時間というところに、時間が、はい、というのは、出荷するときに、その出荷のタイミングまでの時間をここで、保管する必要があるために、一旦食べます。はい、この酸素はですね、水素を、自分の中に吸い込む性質のある金属が中に入っている。はい。水素吸蔵合金って言うんですけれども、はい。で、その中に水素を一旦溜めて、で、そうすると水素が、水素じゃなくなっちゃう。はい。水素が金属になって、金属としてこの中に保管されるので、危険物、水素じゃないから危険物でもないし、威力も高くないので、ちょっと規制がかからない状態で保管することができます。はい、で、大体1個のタンクが1ルーメンなんですけれども、この体積の100倍の水素サイズの水素を貯めることができます。そうなんですね。なので、このタンク全部で32個ある。はい。この体で3200。まぁ、ちょっと、いっぱい貯められるんで、3100粒。はい、で、じゃあ、1時間に、だいたい100粒ぐらいっていうお話だったので、もう、丸3個あ、じゃない。1体あるので、まぁ、300粒で、はい。10時間かそれぐらい。ぐらいは貯められるんだね。へぇ、で、はい。この水素が金属になっちゃうってことなんですけど、そうですね。また、使うときは水素に戻るんです。そうなんです。ちょっと不思議な性質の合金で、はい。ね、合金なので、ちょっと小さい血管の中に水素分子って、はい。まあ、小さいので、そこに入り込んじゃう。はい。で、これ、どうやって出し入れしてるかっていうと、温度でやって、はい。吸い込ませるときは30度にして、ここに吸い込んで、はい。で、出すときは60度に温めてあげると、じゃ水素を出していく。あ、そうなんですね。不思議な金属なんですね。おー。じゃあ、ここに金属に入れちゃうから、先ほどおっしゃってたように危険じゃなくなるし。そうですね。持ち運びもできるようになるし。そうですね。まあ、持ち運びっていう意味では、ちょっとこれすごく重たいので、はい。持ち運びにはあんまり適さないかもしれないんですけど、ただこれだけのスペースで、はい。これだけの、体積のものを耐えられるっていうところは、非常に小スペースでできる。はい。そういうことなんですね。はい。確かに、こんなところに止まるんだって思いました。はい。不思議な感じがします。水流米の水素が 3.54kWh。はい。出る。なので、3.5×3.5g、だいたい1万 kWh 以上の水が、はい。たくさん加えられている。そうなんですね。じゃあもう本当に大きい蓄電池みたいな感じなんですね。山梨県ではこういった水素をやってますけど、燃料電池自動車とかも、広めてったりとかあるんですか？燃料電池自動車は、車に限らずトラックとか、はい、船とか、はい、そういった大きい乗り物の方が相性がいいかなと思って。あ、そうなんですね。こっちを普及させていきたい。へぇ。実際のそこに溜まってる水素っていうのは、山梨県内の工場とかで使われてるんですか？そうです。一旦ここに蓄えてますね。この後でまた水素ガスに戻して、はい、今度は圧縮して、はい、循環に圧縮して、これを、工場に、はい、ボンベに詰めて、運びます。送るんですね。はい。はい。わかりました。ボンベに詰める工程も、はい。さっきの温水で、出したり、冷水でっていうところは、はい、ヒートポンプがあって、はい、もう、外が使ってるんですか？使ってるけど、こっちも使ってる。ヒートポンプで、はい、ヒート冷水を作って、で、この中が、はい、熱が、難しいです。そうだ、ね、はい。ヒートポンプの影響ですか？ちなみに、あそこから酸素出てる。傾きはいいんですね。酸素をよくどうしてるのって聞かれるあ、確かに。はい。出ちゃってるんです。あ、ですね。酸素すごく安いので、この方法で作った酸素は、はい。近くで、多分釣れない。そうなんですね。酸素を確かに捨てちゃうんですね。先ほど、一旦蓄えて、
ときは、必要な時期に置きの財布が作られるように、はい、今できるやん。こっちがスレヘとボンベに詰める用の太いパイ。こっちが近くの研究所で使うための細いパイ。こういった系統で運んでます。はい。で、この側溝の中をですね、はい、パイプを通して。はい。もし漏れちゃ困るから、時々網にしたい。はい。ちょっとこれでここ、ここは、水素ステーションの実験場です。はい。水素ステーションも、世の中に160個あるんですけど。はい。でも、実験に使える水素ステーションってないんですね。はい。でここで、ホースの実験をしたり。へぇ充填の仕方の、練習をしたりしてます。そうなんですね。これ、普通に、未来とか乗ってる方って水素ステーションで充填すると思うんですけど、ちょっとその実験するってことは、技術がいるんですか？そうですね。その詰め方の、3分で満タンになるんですけど、はい、その、入れ方ですね、熱があんまり出ないようにとか、はい、あと、今あんまり車が走ってないので、連続で充電するってあんまないんですけど、はい、連続で充電するとどうなるか。あ、そういう実験ができる。あ、そうなんですね。はい。はい。はい。水素がしてるみたいです。はい。ここで圧縮をしてるんですね。静かですね、思ったより。はい。今動いてないですね。あ、そういうことですね。はい。はい。ここの中なんで。はい。蓋閉めちゃえば。へぇー。ここでどれくらい圧縮するんですか？ 0.8 メガを。はい。20メガ。20メガ。おー。結構圧縮をして、ボンベに詰めて、そういった、UCC さんとかに、そうですね。送っていく。はい。に送ります。はい。ということなんですね。1メガ低くて、高圧保安。はい。高圧保安の基準が1メガなので、はい。0.8 で持ってる。あ、そうなんですね。そういうのがあるんですね。なんか、ボンベある。はい。あれ150キロとか、うんうん。ここに入れるために200キロ。ほう。なんかいろんなガスのとかも絡んでくるんですね。そういうのが。はい。これは今、1日何本ぐらい作るんですか？1時間に400リーで、はい。3回発注できるので、先ほど3500リーで、朝から夕方まで頑張って、作っていければ、だいたい、3000から4000リーデーくらい。そうなんですね。詰め込むことができます。で、詰め込む先のボンベが、はい、こちらが企業局の。はい。ね。で、こちらが、株式会社金さん。はい。これは何が違うかというと、ボンベは同じなんですけど、で見ての通り名前が違うのは、これはキッツさんが自分で作ったやつなんです、ね。そうなんですね。マイボトルキャンペーンってあるんですね。はい。マイボトルキャンペーンをしてまして、自分でボンベを買った人には、すごく安い値段で水素を入れて、おぉ、いう風になってます。で、その代わり会社の名前を自由につけてるんですよ。はい。マイボトルができるんですね、水素でも。はい、そうなんですね。で、この、タンクの中。はい。あ、見ていいんですね。キッツさんは何用に使ってるんですかって。フォークリフトです。フォークリフト。はい。電気にでき、水素でやるという。あ、すごい。水素ボンベが、はい。一旦束ねてあるんですね。あ、こういうふうな、これボンベなんですね、全部。ボンベの頭が見える。ここから見るとボンベの。お、本当だ、ボンベですね。はい。一個一個にバルブがついてます。はい。で、これが全部で、5、6、3、30本入ってます。はい。で、これで300ノルマル流。はい。先ほど向こうで見たんですね。水の電気分解装置が1時間で手に入ることができる量が、これに入ります。ここに入って、はい。使われるわけですね。そうです。はい。約1000キロワットアップですね。はい。じゃあ、これは、ムキッツさんでは、今まで、火を燃やしていたものが、水素に。そうですね。具体的には、フォークリフトの燃料なので、はい。ディーゼルエンジンから、燃料電池の発電に変わった。
ということで、排気ガスを出さないので、工場の中に排気ガスを出さないですし、はい。静かに運行ができるようになりました。ああ、そうなんですね。はい。もう出るのは、本当に水だけって感じなんですか？そうですね。使うときに出るのは水だけです。ほう、なるほど。ということで、脱炭素が進んでいくと、これでスコープ1を解説できるので、ぜひ、ここにマイボトルを作ってくださいということですね。はい。マイボトルの色は何色でもいいんですか？これ決まりがあって、全体の7割が赤じゃないといけない。あ、そういう風な決まりがあるんですね。はい。いろんな決まりがあるそうです。はい。色は赤です。いやー、ジムでね、ピンクか白か選んでいいよって言われたんですけど。こっち側はピンクにしてもらえる。あ、そうなんですね。はい。わかりました。こちらがトレーラーですね。はい。はい。トレーラーは同じように、ボンベがこれも入ってる。はい。ボンベが19本これは積んであります。へー。で、ボンベが一個一個がもっとでっかい。はい。で、大きい車ですね。はい。そうですね。見えない。下から見ると、長いボンベが見えますか？見えます。あ、見えます。はい、ボンベ見えます。すごい、確かにさっきより、大きいボンベが、はい。長い、大きいボンベが。これで、飛ぶんですね。この、車ということは結構重いんですか？重いですね。はい。これが重さが、19トン。おお。道を走れるトラックでは相当重い方の。はい。重量の。けど、まあ、水素が軽いので、はい、水素を運ぶ量は1回あたり200キロくらい。ほうほうほう。200キログラムの水素これだ。はあ。なんか水素って結構漏れないようにするのが大変だって聞いたんですけど、ボンベが普通のガスよりもちょっと分厚いとかあるんですか？分厚いです。あ、分厚い。はい。どんくらい、どんくらい。そうなんですね。じゃあ。重たいんです。はい。本当はもっと軽いボンベができれば、もっとたくさん、はい。水を運べるようになるので、はい、うんうん、今はですね、自動車に使ってるボンベって、炭素繊維でできてるボンベがあるんですね。はい。それに入れ替えようと、しています。はい。それができればですね、もっと軽い車体になりますので、はい、もっとたくさん水素を使って、積むことができますし、圧力も炭素繊維のが鉄より強いので、はい、もっと圧力がかかって、はい、今の何倍も水素を運べるようになるだろうというふうに思います。あ、そうなんですね。ちなみに今、仙台あるっていうことだったんですけど、水素製造装置が。それは増えていくんですか、これからも。増えていく予定です。予定なんです。ここは実証サイトで、はい、これからいろんな研究が、はい、まだこれから増えていくと思うんですけど、そう、水素を使う研究だと、うん。そうするとここで今作っている水素だけじゃ足りなくなるので、はい、増やして、増やして大きくなる。はい。で、後々には、使う方のとこにも作っていくんですよ、ね。そうですね、もちろん。売っていかなきゃいけないんです。はい。はい、いや、すごい。はい。水素を使うとね、はい、確かに、減らせないスコープ1を減らすことができるということですね。はい。はい。水素もエキスパートなんです。じゃあもう技術者さん寄りってことですよね。そうです、技術寄りです。もともとその県でずっといらっしゃったんですか？そうです、県でずっといたんですけど、もともと電気の、専門家として県に入って入れさせてもらったので、なので、電気主任技術者もあるし、はい、高圧ガスの主任技術者も。なんか県の方ってほとんど外部委託されてるのかと思ってました。そうなんですね。でもうちの県は、自分でやる。中にあるんですね。こちらは、はい、